お前、もう帰っていいよ。今日は高校生の頃の有志で同窓会。元同級生の頼みで高級料亭の座敷を予約していた。みんなで仲良く話していたが、突然元同級生が俺に帰れと言ってきた。言っておくけどな、中卒のお前なんてこの場にふさわしくないんだよ。仕方なく誘ってやったんだ。お前はおまけなの。場所さえ予約してくれればお前は用済み。あ、会費は払っていけよ。手で追い払う仕草をされ、さすがに頭にきた。高校生の時もこうしてこいつにバカにされたが、あの時はまだ子供だった。だがもう互いにいい年をした大人なのに。そうか、こいつは高校生の頃からちっとも変わっていないということだな。わかった。本当に帰っていいんだね。念のため本当にの部分を強調しておく。彼は特に気にもせず俺の前を通り過ぎた。だから帰れって言ってるだろ。ほんとお前って頭悪いな。わかった。言われた通り俺は途中で帰ることにした。もうどうなっても知ったこっちゃない。俺はさっさとその場を後にした。するとその数分後、俺の元に泣きながら謝罪の連絡が来ることになるのだった。俺の名前は真柴かなた。両親の仕事はラーメン屋で、俺たち兄弟は毎日のようにうまいラーメンを口にして育ってきた。祖父の時代から続く老舗のラーメン屋で、常連客も多いが、ブログや SNS で紹介されることも多いので、若者の客にもたくさん来てもらえる。大好きな店と大好きな家族。俺は将来このラーメン屋を継ぎたいと考えていた。長男だからという理由ではなく、心底この店を大事にしたいと思っているからだ。競合店も多いので、大学で経営学を学び、親父に弟子入りしてと大人になった自分の姿に思いを馳せる。しかし店を継ぐまでそんなに時間はかからなかった。俺が高校生になってすぐ親父の持病が悪化し、この世を去った。亡くなる前、親父は俺にこう言った。無理に店を継げとは言わない。お前はお前の好きなことをすればいい。弱々しくなった声で俺に訴えかける親父を心配させたくなくて、俺は涙をこらえ元気いっぱいに言ってやった。じゃあ好きなことをさせてもらうよ。俺は親父の店が好きだ。だから真柴ラーメン店で働かせてくれ。ああ頼んだぞ、三代目。こうして俺は三代目を襲名した。母さん一人に店を任せるわけにはいかないので、俺は高校を中退し、すぐに店で働き始めた。経営学を学ぶ余裕なんてなかったが、それは弟たちに託すことにした。まだ中学生だった弟たちのためにも俺は金を稼がなければならない。親父の残したラーメンの作り方や試作品の歴史が書かれたノートに繰り返し目を通し、母さん指導のもと、俺はラーメン屋の店主になったのだ。常連客たちは俺たちの様子を見るために前よりも頻繁に店に顔を出してくれた。俺たち家族に少しでも元気になってもらうためにと差し入れをくれたり、楽しい話で盛り上げてくれた。両親の人徳の賜物だ。この店は俺たち家族だけでなく、お客さんたちにとっても重要な場所なのだと改めて認識できたのだ。店を大事にしてくれているお客さんは俺自身の周りにもいた。小中学校からの幼馴染や、中退した経緯を知って様子を見に来てくれた高校の元クラスメイトたち。差し入れだけでなく、口コミで店の名前を広げてくれたりと、たくさん協力してくれた。中でも一番俺たち家族を気にかけていたのは、元クラスメイトの海野遥さんだった。彼女とは中退直前まで隣の席で何かと話すことも多かった。親父が亡くなって店を手伝うことになった時にひどく辛そうにしていた。何でも海野さんの父親も彼女が幼い頃に亡くなっていたらしい。だからどれほど大変なことなのかよく分かってくれていた。彼女は愛嬌のある顔立ちと人柄で、男女ともに人気のある存在だ。誰にでも分け隔てなく優しく、その優しさは俺にも向けられていた。俺が店で働き始めてから時々様子を見に来てくれ、弟たちの面倒を見てくれることもあった。
そしてそれは彼女が大学生になってからも続いた。距離の近い大学へ進学した彼女は、相変わらず授業やアルバイトの帰りに店へ寄ってくれたり、友達を連れてきてくれたりする。他のお客さんともすっかり仲良くなり、このラーメン店でもアイドルのような存在だった。その日も海野さんはラーメンを食べに来てくれた。もう一人男性を連れてきている。やあマシバ、久しぶりだな。俺に話しかけたその顔をよく見ると、彼も元クラスメイトだった。しかし名前が思い出せない。あまり関わったことのない相手だった。私がマシバ君のお店が好きって話をしたら、モテキ君も来たいって言ってくれて。海野さんの説明で思い出す。そうだ、モテギ、モテギ幼児だ。高校生の時は派手な髪色をしていた気がするが、今は大学生らしくすっきりとしている。同級生同士ならと、母さんは俺たちに気を使って奥のカウンター席を勧めてくれた。注文を取り、二人と話しながらネギを切る。二人は同じ大学なの？いや、俺は隣の県に引っ越したんだ。そう言って教えてくれた大学は、俺でも知っているほど有名で、偏差値の高い大学だった。しかも理学部ときた。へえ、茂木くんって頭がめちゃくちゃいいんだな。感心していると、茂木は口角を上げ腕を組んだ。まあな、俺は将来化学品メーカーに勤めたいんだ。真柴はかわいそうだよな、高校も辞めて大学にも行けないなんてさ。俺は俺なりに楽しくやらせてもらっているよ。そうか？お前も大学行きたかったろ。家のためとはいえ、ラーメン屋で働くなんて。え、だってラーメン屋だぜ。ラーメン屋なんて儲からないし、汚いし。朝から晩まで安い賃金で働いてさ、体中油まみれで。俺だったら絶対ごめんだね。ちょっと、モテギくん。海野さんが止めるまで、モテギの言葉が俺にぐさぐさと刺さり続けた。大学に行けなかったことは確かに残念だが、これは自分で決めた道だ。なんだか家族もラーメン屋という職業も、そして俺自身もバカにされた気持ちになる。その言い方はないんじゃないの？ラーメン屋さんって素敵じゃない。モテギくんだってラーメン好きでしょ。海野さんが俺の代わりにムッとした顔で注意してくれる。モテギは意に介していないようで、悪びれた顔もせず続けた。ラーメンは好きだけど、アルバイトならまだしも、本職にするのはちょっとね。だってラーメン屋だぜ。いつ潰れてもおかしくないじゃん。なんて話をしているとラーメンが出来上がった。俺は二人の会話を遮るようにカウンターの上にラーメン鉢を置く。はい、お待たせ。確かに彼みたいに一流大学に行った人間からすれば、家業を継ぐ俺がかわいそうに見えるのかもしれない。バカにされる筋合いはないが、考えを変えさせるなんて難しい。悔しいが、俺はこの店を大切にすると決めたんだ。安定性がないと思われるなら、そんな心配なんて必要ないくらい大きな店にすればいい。俺はこの悔しさをきっかけに、地域で一番のラーメン屋を目指すことを目標にした。元ある味を残したまま、新しいメニューの開発や他店との違いの研究、友人のおすすめの店の調査から始めた。そのうちお客さんを待たせることのないよう、店の店舗拡大のために不動産へ相談したり、リフォームのコストを下げるために自分で改装できる方法を調べたり、そんなことを何年か継続していると、とある出版社から連絡が来た。飲食店の雑誌担当記者によると、アンケート調査の結果、マシバラーメン店がこの近辺の地区で最も人気の店であるというデータが取れたらしい。そのため、ぜひ取材を、との申し出の連絡だった。俺と母さんは喜んで受け入れたのだった。それから10年ほど経過し、俺も30歳を過ぎた。ありがたいことに、マシバラーメン店は今も盛況である。俺は仕事の都合で都市部にある料亭へ行っていた。店を出たところで久々に見る顔があった。さすがにもう名前を忘れてはいなかった。モテギくん、あれ、マシバか？モテギは俺と店の入り口を交互に見比べ、怪訝そうな顔をする。こんな店で何してんの？ああ、ちょっと用事で。
あ、だよな。あんなラーメン屋やってたお前がプライベートで来れる店じゃないもんな。お前ごときが来れる店じゃないもんな。何がおかしいのかケラケラと笑っている。俺は昔彼にバカにされたことを忘れてはいない。しかしいつまでも嫌味に言われたことを引きずるのも大人げないし、蒸し返してもいいことはない。茂木くん、この店知ってるんだ。そりゃあな、うちの会社でも社長がよくひいきにしてる店の名前だから、真芝が店から出てきて驚いたよ。へえ、そういえばいい会社に勤めてるんだよね。まあな。それよりせっかく会ったんだし、今は時間ないけど今度飲みにでも行かないか。そうだ、なんなら同窓会しようぜ、この店で。同窓会？何年も会っていないクラスメイトたちに会いたい気持ちはある。しかしもう完全に忘れてしまっている顔もあるに違いない。気まずい思いをするかもしれないし、どうしよう。それに茂木と会う機会ができたら、また嫌味を言われる回数が増える気がする。俺はあんまり、ほら忘れちゃった顔も多いし。すると俺の心境を知る由もない彼は声を潜めた。実はさ、遥かが今こっちに帰ってきてるんだよ。その名前を聞いてドキリとする。遥かとは海野さんのことだ。彼女は就職を機に新幹線で1時間ほどの距離がある場所へ引っ越してしまった。それでも頻繁に連絡はくれるし、帰ってくるたびに俺の店にも来てくれる。確かに昨日から帰ってくると言っていた。気づいてるとは思うけど、俺はるかのことになってるんだよね。茂木の告白は予想できるものだった。大学生の時に再会した時、なんとなくそうなんだろうなと思っていたのだ。今でも一途に思っているのはさすがに少し驚いたが。だから同窓会を口実に会う機会を増やしたいなっていうのもあってさ。な？協力してくれないか？まあそういうことなら。正直彼にいい印象がなかったので、海野さんと茂木がいい雰囲気になるのは抵抗がある。しかしどうなるかは本人が決めることだし。でも俺も海野さんに会いたい気持ちもあるしと、うじうじ悩んだ末承諾することにした。名目上は俺と茂木主催で行われる有志の同窓会だが、俺は知らない連絡先が多い。そのためメンバーの招集は茂木、店の予約は俺の担当になった。と言っても以前会ったあの店でという指定だったので、特に店選びをすることもなく、せっかくなので大部屋を貸し切った。当日見知った顔も忘れてしまった顔も混在した同窓会の席の中心で、乾杯の温度を茂木が取ってくれた。1週間で12人も集まれたのはすごいと思う。よーじ、こんな店よく予約できたな。ここ高くてなかなか入れなかったんだよ。それが1万円でいいなんてすごいよな。まあ仕事でひいきにしている店だしね。なんて話し声が聞こえる。予約したのは俺だが、同窓会の企画も日取り決めもほとんど彼がやってくれたのだ。それぐらいで騒ぐことでもないかと割り切って、懐かしい友人と近況や思い出話に花を咲かせた。それにしても海野さんめちゃくちゃ綺麗になったよな。誰かの言葉に視線を海野さんへと向ける。半月ほど見ていない間にさらに綺麗になった。大学卒業前から可愛いから美しいへ印象が変わり、それでも美少女の面影は残る上品な女性になっていた。指輪してないし結婚はまだみたいだな。確かに彼女の左手薬指には指輪が見受けられない。茂木も狙っていると言っているくらいだから、見込んで間違いないだろう。会うたびにいつか結婚報告が来るのではと内心焦っていたが、まだ猶予はありそうだ。しかし茂木、海野さんに別体だな。ああ彼女を狙っていると俺に宣言した通り、ずっと海野さんの隣を陣取っている。酒で声の制限が効かないのか、こちらまで声が聞こえてくるようになっていた。大半が仕事の自慢だ。一流企業に就職したことや業績の成果を延々と口にしている。確かに自身の能力や財産をアピールに使うことは間違っていないが、海野さんは苦笑いだった。聞き慣れているのか、この手の話が苦手なのか、
それでも相槌を打ってあげていて、気を良くした茂木はさらに話を続けるという出口の見えないループになっていた。しばらくして茂木がトイレのためか部屋を出て行った。海野さんはさっと席を立ち、空いていた俺の隣に有無を言わさず腰を下ろす。海野さん？真柴くん、半月ぶりだね。みんな元気？あ、うん。母さんも弟たちもまた会いたいって言ってたよ。そうだ、勇気の就職先決まったんだ。勇気とは一番下の弟だ。小さい頃は海野さんが勉強を見てくれていたこともあった。そうなんだ。じゃあお祝いしないとだね。あさってお店に行ってもいい？うん、みんな喜ぶよ。やった、やっぱり真柴くんちのラーメンが恋しかったんだよね。海野さんの笑顔は先ほどとは違っていつものように可憐だ。自意識過剰でなければいいのだが。そうこうしているうちに茂木が帰ってきた。海野さんがいないことに気づき、辺りを見回している。茂木くん帰ってきたけど戻らなくていいの？一応聞いてはみたが、首を縦に振られる。うん、同窓会なんだからずっと同じところにいるのも変でしょ。ミキや静香とも話したいのに全然話してくれなくて困ってたの。その時、今名前が挙がった彼女の友人たちと目があった。手を振られ海野さんも振り返す。じゃあ私あっちにも行ってくるね。うん。海野さんが去ると、俺の友達が驚きながら俺を取り囲んだ。海野さんと仲良かったのか？え、二人いい感じなの？そういうのじゃないよ。ラーメンを食べによく来てくれていたから交流が続いてるだけ。俺としては密かに思いを寄せているが、そこまで詳しく言う必要はないだろう。またたわいもない話をしていると、俺もトイレに行きたくなったので断りを入れ席を外す。帰り際の廊下で不機嫌そうな声で呼び止められた。茂木だ。マシはさ、どういうつもり？少し顔が赤らんでいる。酒臭い。相当飲んでいるようだ。この絡み方は海野さんのことだろう。俺がはるかを狙ってるって言ったよな。なんでお前と喋ってたわけ？相手は酔っ払い、当たり障りのない返事を心がけなければ。茂木くんが席を立ったから、きっと話し相手が欲しくて顔見知りの俺のところに来ただけだよ。今は女友達と話してるみたいだし。はあ？あんなに仲良さげに話してたじゃないか。彼にもそう見えたらしい。目が座っている。俺の胸ぐらをつかむと、憎くて仕方ないと言いたげに睨んでくる。お前いつもそうだったよな。中退して貧乏でラーメン屋なんかやって。なのに遥は優しいからお前なんかにかまってさ、調子に乗ってんじゃないの？お前はかわいそうだからって同情心で仲良くしてもらってるだけなんだよ。わかるだろ？どっからどう見ても中卒ラーメン屋のお前と遥が釣り合うわけないだろ。遥に似合うのはちゃんとした会社に勤めてる将来有望な俺様なんだ。そこまで言わなくても。未だに家庭事情で見下されるとは思ってもいなかった。言っておくけどな、お前なんてこの場にも遥にもふさわしくないんだよ。だけどお前がいると遥も来やすいだろうから仕方なく誘ってやったんだ。お前はおまけなんだよ。身の程わきまえろ。遥にふさわしいのは俺。それがわからないならもう帰れ。お前の仕事はもう終わりだからさ。手で払う仕草をされ、さすがに頭にきた。わかった。君が俺をよく思っていないことは十分に理解したよ。だけど本当に帰っていいんだね。念のため本当にの部分を強調しておく。茂木は特に気にもせず俺の前を通り過ぎた。だから帰れって言ってるだろ。ほんと頭悪いやつだな。わかった。俺は会場に戻り身支度を整える。あれ、真柴帰るの？友人の一人が訪ねてくるのでうなずく。
ああ、ちょっと休養があって。そっか、忙しいもんな、お前。また飲もうぜ。うん。そうだ、会費の1万円、後で茂木君に渡しておいてくれる？友人に万札を託すと部屋を出る。受付で先に帰る旨を告げようとすると、海野さんがそこにいた。マシバ君、帰るの？海野さん？ああ、ちょっと用事が。そっか、じゃあ私も帰る。え？見ると海野さんもしっかり帰り支度が整っていた。なんで、せっかくだからみんなといればいいのに。また会いたいことはご飯に行くって約束したから。それより最後まで残るとモテギ君が家までついてきそうで。ああ、ベージュのパンプスを履きながら海野さんは困ったようにため息をつく。さっきの会話聞こえちゃったのよね。モテギ君がマシバ君にひどいこと言うの。それはかっこ悪いところ見られたな。マシバ君は全然かっこ悪くないよ。モテギ君はかっこ悪いけどね。あんなの聞いて一緒にいたいと思えないし。私もう2回も彼のこと振ってるのに。え、そうなの？それは初耳だった。2回もアタックしていたのか。大した勇気だ。モテギ君、昔から何にも変わってない。能力をひけらかして自分より下だと思っている人をひどく言ったり、すぐ自慢するところとか、自分の物差しでしか人を測れないから話を聞いてるのも辛くって、無視するのも良くないし。それは大変だったね。それなのにモテギにまだチャンスがあると思わせるほど彼女は頑張って彼の話を聞いていたのか。モテるというのもいいことばかりではないらしい。その点マシバ君も変わってないよね。え、それは俺が相変わらず弱気で学がないという意味だろうか。ビクビクしながら海野さんの言葉を待つ。なんか変な想像してない？私はマシバ君は相変わらず気遣いができて友達にも丁寧な人だなって思っているんだよ。褒められていると分かってほっとした。同時になんだか恥ずかしくもなる。そんなに持ち上げなくても照れるな。本当のこと言っただけだよ。そう言いつつ海野さんの顔も赤らんでいる気がする。酒のせいだろうか、それともこの状況のおかげだろうか。本来なら俺も彼女のいいところをあげるべきだろうが、こういった空気に慣れていない俺はせいぜい場を和やかにする方法しかわからない。おだてても何も出ないよ。せいぜいラーメンのトッピング無料券ぐらいかな。え、すごく嬉しい。なんて和気あいあいと喋りながら帰っているとスマートフォンが鳴る。あ、モテギ君からだ。間違い電話じゃない？帰れって言っておいて電話なんて。海野さんはモテギの名前を見ただけで嫌そうだ。しかし俺には電話の要件に想像がつく。電話に応答すると震え声のモテギが俺を呼んだ。マシバ、戻ってきてくれ。もう駅に着いちゃったんだけど。タクシー代ぐらいなら払うから。でも帰れって言ったじゃないか。だって店のやつがお前がいないなら会計は50万円だなんて言いやがるんだよ。電話越しの声が海野さんにも筒抜けだ。目を丸くしている彼女は少しして納得したようだった。あそこもマシバ君のお店だったのね。そう、あの料亭のオーナーは俺自身なのだ。友人価格で一人当たり1万円で済ませたいという話を店にしていたのだが、その俺がいないのなら正規価格で一人5万円。つまり今店にいる10人合わせて50万円になるだろう。みんなは1万円でいいという話だったから、残りの41万円はモテギの負担になるのだろう。41万くらいモテギ君なら払えるだろう。何言ってんだよ。お前が1万円で予約したんだろうが。俺がオーナーであることを説明するとさらに電話口はうるさくなる。そんなの詐欺じゃねえか。いやだから帰れって言ったのはモテギ君でしょ。俺は本当にいいのか聞いたよ。説明しようとしたけどさっさと部屋に戻っちゃったし。いや待て、高校中退のお前がここのオーナーなんてありえないだろ。店とグルになって嫌がらせでもしてるのか。残念だけど本当だよ。マシバラーメン店を地区で一番のラーメン店にした後、アメリカの飲食業界に知り合いがいる常連さんの口利きで
なんとアメリカでの店舗展開が可能になった。親父がいた頃にここが繁盛したらいつかアメリカに、なんて話を冗談交じりにしていたそうだ。しかし今の店なら本当に叶うかもしれないと支援をしてくれたのだ。アメリカに店舗を作り、何度も現地のスタッフとラーメン作りに没頭した。日本の味を限りなくそのままに、海外の人の舌にも合う味を研究し続けた。その甲斐あって、俺はアメリカ1号店の経営を波に乗せることができた。そして2号店、3号店と次々に店舗拡大ができ、同時に弟たちも日本国内での店舗拡大に大きく貢献してくれた。彼らも店のためにと経営や物流を学び、家族みんなでマシバラーメン店を大きくしているのだ。今やラーメン店にとどまらず、マシバラーメン店を基盤とした飲食チェーン店も展開している。今年、ようやく飲食業界の売上高ランキングに名前が載るようになっていた。なんて説明をしながら、さすがにかわいそうなので海野さんと店に戻ってやる。この前茂木くんと会った時も、自分の店を接待に使っていただけなんだ。あんまりひきらかして気を悪くさせたくなかったから言わなかったけど。受付で顔を青くした茂木と再会する。俺から説明を受けていなかったことに激しく憤っているらしい。そんな姿を見て他の同級生たちはうんざりした顔をしていた。こんなの卑怯だぞ、お前俺をはめやがって。俺の姿を認めた途端、吠えるように一歩踏み出し胸ぐらを掴んできた。その彼にそばを通った中年男性が声をかけた。おや、茂木くんじゃないか。あ、社長。どうしたんだい、声を荒げたりなんて。おや、彼は次に俺と目が合うと朗らかに握手を求めてきた。マシバさんじゃないですか、ご無沙汰しております。こちらこそご無沙汰しております。本日もご利用いただいていたんですね、ありがとうございます。こちらで会食させていただくと必ず商談がうまくいくというジンクスがあるくらいでしてね。豪快に笑い、それでと再度茂木に目をやる。茂木の言う通り、彼は茂木が勤める会社の社長だ。個人的に付き合いもあり、俺もよく世話になっている人だ。人情に厚く、しっかりとした大人。俺もこんな人になりたいと密かに目標にしている。うちの茂木と面識があるんですか？ええ、高校の同級生でして。それはそれは。ん？社長は茂木の前にある50万円の領収書を見つけてしまった。茂木くん、そんなに豪遊したのか？確かにここの料理は文句のつけどころもないが。社長、そいつ詐欺師ですよ、騙されないでください。え、何を言っているんだ君は。茂木くん、あんまり余計なことは言わない方が。そいつ俺から金を騙し取ろうとしてるんです。このまま二人で穏便に済ませていればよかったものの、茂木自ら話を広げてしまった。さっき見た時よりも酔っている。自分が不利になることに気づいていない。あの、実は。戸惑う社長に俺は仕方なく経緯を説明した。話を聞き終えた社長は目をつり上げて茂木を叱責した。そんな恥ずかしいことを。君がそんな人間だったとは知らなかったよ。社長の言葉で少し酔いが覚めたのか、勢いよく首を横に振る。いや、違うんです。少し酔ったせいというか、無礼講と言いますか。そんな酔い方をする人間に接待も営業も任せられんじゃないか。何をしでかすか分かったものじゃないだろう。学生じゃないんだから、分別ぐらいつけてくれないと困るよ。社長はため息をつくと、連れを部屋に待たせていることを思い出したらしく、俺に深々と頭を下げた。この度は失礼いたしました。後日改めて謝罪に伺います。とんでもない、彼個人の話なので気になさらないでください。そういうわけにもいきません。その際には茂木の処分についてもご説明させていただきますので。そう言い残し、社長は去っていった。
残されたのは呆然と社長の後ろ姿を見送るモテギと気まずい表情をしている同級生たちだけだった。後日改めて話を聞くと、会社の顔である営業部だったモテギは対人関係に難ありと判断され、別の部署に左遷させられた。一から社会人として勉強し直させるらしい。このことでさすがにもう同級生たちに顔を見せられないのか、海野さんにもちょっかいをかけることもなくなったそうだ。その報告を受けると同時に俺は海野さんに告白された。茂木君をどうにか諦めさせないと、柴君に迷惑がかかると思って。俺のことや俺の家のことまで気遣ってくれた彼女は、どうやら高校生の頃から俺を好いていてくれたらしい。高校からって本当？気づかなかったの？そうじゃなきゃさすがにこの年になってもお店の様子を見に行ったりなんてしないよ。俺の鈍感さに少々呆れられたが、そんなところも気に入ってくれたのだとか。誰に何を言われても自意識過剰にならずに誠実でいるから好きなの。私相手でも茂木君相手でもお客さん相手でもね。まあでもこれからはもう少し特別に扱ってくれると嬉しいな。そんなことを言われて喜ばないはずがない。昔から付き合いのある母さんも弟たちも報告を受けた時は両手を挙げて祝ってくれた。現在お菓子メーカーの広報として働いている海野さん、いや遥香さんは、スキルを身につけたら俺の店をもっと盛り上げたいと言ってくれた。そのために今は様々な飲食店の宣伝方法について学んでいるらしい。こんなにも店のことを大事にしてくれる彼女のためにも俺も頑張らなくてはいけない。つくづく人の縁の重要さを感じさせる人生だ。俺と母さんだけで店を続けられたのも、店が有名になったのも、アメリカや国内に規模を広げられたのも、そしてこれからもっと大きくなるだろうと期待できるのも、人や仕事に誠実でいれば必ず結果はついてくる。これからもおごらずに周りの人たちを大切にしていきたい。俺の言うことが聞けないっていうのか、役立たずの中卒が。そう怒鳴りつけるのは2代目社長だ。東大で経営学を学んだという2代目社長は、中卒の俺をいつも上から見下していた。しかし社長、この契約は先方にとっていいものとは言えません。俺は。ああ、東大卒の俺に口答えか。俺は社長で、お前は雇われ、どっちが偉いかわかるか。偉いって、東大を出てるのがそんなに偉いのか。俺はきっと社長を睨みつけた。するとそれが気に入らなかったらしい。社長は俺に信じられない一言を言い放った。なんだその反抗的な目は。もういい、お前の代わりなんていくらでもいるんだ。言うことを聞けない無能はクビだ。え、おっと、自己都合で退職でいいよな。これ以上雑魚に払う金はないからな。社長はそう言うと、呆然とする俺を残してゲラゲラ笑いながらその場を去った。しかし後日、この社長が俺に泣きながら土下座することになるとは、この時は夢にも思わなかった。俺がどんな逆転劇を起こしたのか、これから話そうと思う。俺は三好誠一。何の取り柄もないと言われてしまえばそうなのかもしれない。そんな自分を嫌いだったこともあった。学生時代は平平凡凡な成績。運動はどちらかというと苦手。パッとしない性格ながらも仲良くしてくれる友達が少しはいた。当時流行っていたカードゲームを持ち寄ってよく対戦をして遊んでいた。俺の両親は夫婦船の漁師だ。二人で朝早くに海に出て、俺が学校から帰る頃には家にいてくれた。今日の夕飯は何の魚だろうな。そんなことを考えながら家に着くと、両親はいなかった。買い物にでも行っているのか。でも二人ともいないなんておかしいな。シーンとした家が急に俺を不安にさせた。その日とうとう両親は帰ってこなかった。平穏だった日々は突然に音もなくなくなった。
母方の祖父母に引き取られ地元を離れるときに港を通る。そこにあるはずの船はなく、今も海のどこかにあって、二人ともきっと。だが数日後に曳航されて帰ってきた船に二人の姿はなかった。突然の別れに涙も出ず、ただ現実を受け止めきれなかった。そのまま地元を離れ祖父母の家で暮らすことになった。転校先の学校へ行くと知らない同級生たちに囲まれた。初めのうちはあれやこれやと聞かれにぎわっていたが、やがて俺がへいへいボンボンな人間だとわかると、だんだんとみんなは離れていった。得意のカードゲームで一緒に遊べればよかったが、それはこっちでは流行っていないようで誰も持っていなかった。代わりに別のカードゲームが流行っていた。俺は祖父母に相談をした。新しいカードゲームを買ってほしいと。だが祖父母は表情を曇らせ難しい顔をする。今思えば当然の話だ。俺の将来の学費や養育費を考えれば、そんなものにお金をかけている場合じゃない。俺もそこまで欲しいとは言えなかった。休みの日も遊びに行かず、家でじっとしている俺を気遣ったのだろうか、ある日祖父が俺を散歩に誘ってくれた。正直散歩をして楽しめるような年齢でもなかったし、俺の喜びそうな場所へ行くとは思えないが、退屈さに負けて一緒に出かけることにした。祖父に連れられて15分ほど歩くと、古びたパッとしない建物で足を止める。大友囲碁クラブ。古臭い書体と色使い。こんなところに出入りする人なんて、まさかと思い祖父に目をやると、もう扉を開けていた。おやおや、三好さん、この頃は来ないから心配してたよ。ちょっといろいろありましてね。これは孫の聖地です。一緒にいいでしょうか？もちろんですよ、どうぞどうぞ。俺はお辞儀をし、靴を脱いで広間に上がった。そこには6つほどの碁盤が並べられていて、向かい合って手合わせをしている人もいた。俺は空いている席に座らされ、祖父がその正面に座った。よくわからない、こんな地味なゲームのどこが楽しいんだか。そう思う俺をよそに、喜々としてルールを教え始める祖父。それほど複雑じゃない。なんだかそこら辺の人には勝てそうだな。それじゃあ聖一、一回やってみようか。うん。好きなところに置いていいのか。俺は迷いながらも相手を囲うように考えながら打ち進める。簡単だと思っていたのは中盤までだった。じわじわと置きたい場所がなくなり、それでも考えに考えて石を置く。そして祖父が石を置く。あ、そこは俺が置こうと思ってたのに。気がつけば熱中していた。いつの間にか周りに知らないおじさんたちが集まっている。最後まで石を置き終わり、自分の側に石を寄せて数を数えた。僅差で負けていた。おお、三好さんに僅差とは。なかなかやるな坊主。どれぐらい打ってたんだい？今日が初めてで。初めてか、すごいな。いえ、それほどでも。負けちゃいました。いや、立派立派。そう慰められても悔しいものは悔しい。侮っていた、こんな簡単そうなゲーム。言い方は悪いが、年寄りに負けるとは思っていなかった。わしの孫ですよ、今は一緒に暮らしていましてね。その日は大層に可愛がってもらった。お菓子やジュースをくれる人もいて、せいちゃんせいちゃんと俺を呼んでもてはやしてくれる。それもあって俺はすっかり囲碁にはまってしまった。最初は祖父に連れて行ってもらえる週末が楽しみだった。だがついには放課後まで一人で行くようになる。幼くして囲碁クラブに入り浸った。他の人と対局して思い知ったのだが、祖父は手加減してくれていたみたいだ。祖父はかなり囲碁ができるらしい。周りの人も強く手加減をしてもらいながら、その塩梅に苦戦しているようだった。負けることが多いが、たまに勝てたりと、どの対局もちょうどいい面白さだった。俺は囲碁クラブに顔を出すのが楽しみで仕方なかった。
ある日の放課後のことだ。俺はいつものように囲碁クラブに行こうと学校を出る。よし、今日こそはみんなをギャフンと言わせてやる。いつかはじいちゃんにも。そう思って意気揚々と校門をくぐろうとしたとき、忘れ物に気がついた。教室に戻る途中、一人の女の子とすれ違った。確か大野春子。目立たなくておとなしい、パッとしない女の子だ。あまり人と仲良くしているのも見ないな。まあいいか。俺は忘れ物を取って足早に学校を出た。するとさっきの大野さんが前を歩いていた。寂しそうだな。そういえば俺も寂しかった時期があったな。今は囲碁クラブがあるから何ともないけど、ちょっとかわいそうだ。俺は勇気を出して声をかけた。あのさ。大野さんはびっくりして振り返った。何？いや、これから遊びに行くんだけど、よかったら一緒に行かない？遊ぶって何して遊ぶの？いつも行ってるところがあるんだよ。きっと楽しいからさ。じゃあちょっとだけなら。俺は彼女を囲碁クラブに連れて行った。囲碁クラブの前に着くと彼女は怪訝そうな顔をしていた。え、ここ？あ、そうか。俺も初めて来た時はそうだったな。そうそう、ここ。こんにちは。俺は元気よく扉を開けて挨拶した。おお、せいちゃん待ってたよ。おや、お友達かい？うん、同じクラスの大野さん。あの小判使っていい？ああ、もちろんだよ。俺は彼女を自分の前に座らせ、丁寧にルールを教えた。どこに置いてもいいのね。そうそう、じゃあやってみようか。俺たちは互いに石を置く。やがて、あれよあれよとギャラリーが集まる。彼女は集中しているようで、しっかりと盤面を見ていた。最後の碁石を置き終わった。正直彼女がここまで強いとは。結果は僅差で負けていた。おお、せいちゃんに勝つとはね。どれぐらい打ってたんだい？いえ、初めてです。初めてか、すごいね。三好くん、手加減してくれてたんでしょ？手加減なんてしてない。本気も本気だ。悔しい。勝てると思ったのに。盛大に悔しがる俺を見て、彼女もみんなも笑っていた。それから彼女は週に2日ぐらいは囲碁クラブに顔を出すようになった。普段は塾や家庭教師があるらしく、俺みたいに毎日のようには来れないそうだ。中学生になっても俺の囲碁クラブ通いは止まらず、その頃にはみんなと本気で対局していた。手だれのおじいさんたちを悩ませることも多くなる。初めて祖父に勝った時は囲碁クラブをあげて祝ってくれた。出前のお寿司を取ってくれたおじいさんもいて、ジュースとビールで乾杯をしたのはいい思い出だ。もっと本気で囲碁をしたい。いつしかそう思っていた俺は、周りの勧めもあってプロの棋士を目指した。そんな楽しい日々だったが、その夢は途中でついえることになった。高校2年生の冬、澄んだ冬の空気が肌を刺すような寒さの朝だった。祖父が倒れてしまい、救急車で運ばれた。だが、そのまま息を引き取った。祖母は気丈に振る舞った。大往生だよ。誠一と囲碁ができて楽しかったろうね。仲間たちに囲まれて、あんな幸せそうな顔で眠って。お葬式の時にそう言っていた祖母は、言葉とは裏腹に泣いているように見えた。祖母は決して俺の前で悲しんだりしなかったのだが、やはり祖父の死が答えたのか、祖母も病に倒れてしまった。ここまで育ててくれた祖母、面倒を見れるのは俺だけだ。プロの棋士なんて言ってはいられない。高校もせっかく通わせてもらったけど、働いてお金を稼がないとな。俺は高校を中退し、働き口を探した。雇ってくれたのは、祖父母の知り合いの会社だった。三好さんにはお世話になったからね。うちで仕事をしなさい。囲碁クラブで何度か見かけた門山さんは社長だった。
日用品を中心にいろいろなものを取り扱う卸問屋だ。社員のみんなは俺によくしてくれた。若いのに随分としっかりしてるね。礼儀もよく知っているし、話していて気持ちがいいよ。真面目だし、人当たりもいい。書類の確認などを任されている事務だったが、そんな評判のせいで営業に配属外になった。営業は大変だから事務をしなさい、と門山さんに言われていたが、みんなの意見を聞き入れて、それなら頑張ってみろと背中を押してくれた。付き合いのある取引先にいろいろと連れ回ってもらって少しずつ仕事を覚えた。新人さんかい？若いのに随分と落ち着いているね。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ああ、こちらこそよろしく頼むよ。取引先の人たちもみんな優しくて口々にいいことを言ってくれる。いい人が入ったね。君なら安心して任せられそう。そう言ってくれて、中には店舗での取扱い商品の種類を増やしてくれる人もいた。俺は恵まれているな。何の取り柄もなくて、ただ頑張ることしかできない俺をこんなにも応援してくれるなんて。俺はみんなの期待に応えるべく一生懸命働いた。呼ばれればどんな些細なことでも飛んでいき、電話で済む用事でもなるべく顔を合わせて確認を取る。そんな姿勢を買われて、ある営業先に同行することになった。かねてから営業をかけているが、なかなか取引までつながらない会社があった。取引は大口で、それを変えるとなると相手が大変なのもよくわかる。商品自体は少しだけ原価が上がるが、質は格段に良くなる。相手の社長もそれを分かっているようだった。先輩にそう教えてもらい、取引先の会社の応接室で待つこと数分。いやあ、お待たせ。そう言いながら入ってきた社長を見て、俺は驚いた。大野さん？あ？誠一ちゃん、いや、誠一くんじゃないか。なんと、大野さんのお父さんだった。彼も囲碁は強い。たまに囲碁クラブで顔を合わせても、もっぱら囲碁の話ばかり。どこかの社長だと聞いたことはあるが、まさか今回の取引先、大手のライレックスの社長だとは。最近打ってるかね？なかなか合わないな。そうですね。久しぶりに打ちたいですね。先輩をほったらかしてしばらくは囲碁談義になった。じっと黙って聞いていた先輩に気がつき、大野社長と自分は、はっと我に返って商談を始めた。すまない、すまない。仕事の話だったな。囲碁になると夢中になってしまうのはお互い様みたいだ。ずっと検討はしているんだがね。先輩の交渉に難色を示す大野社長。俺は思い切って提案をした。先輩、並行して商品を並べてもらうのはどうでしょう。それと原価の高くなる分は一時我が社で補填するというのは。そうだな。先輩も難色を示した。大野社長、やはりお店に来てくれるお客さんが喜ぶのが一番いいと思うんです。10円ほど高くなってもやっぱり質がいい方がいい。もしかしたらそれで他のお店に流れているお客さんもいるかもしれないし、うちの商品ならお客さんも喜んでくれますから。まあ確かに質はいいからな。だが売り場に出すとなると一手間だ。それなら僕と先輩で手伝いますよ。各店舗に在庫を運んで他の商品を邪魔しないように陳列します。そう言うと先輩は驚いていた。おいおい、一定期間売り上げやお客さんの反応を見てもらって、ダメなら撤収しますから、お願いします。よし、それなら。ありがとうございます。先輩、あとは会社に帰って社長に直談判ですよ。門山さんの首を縦に振らせるのがこれからの僕たちの仕事ですよ。そうだな。やるか。怒られたら怒られたで、俺が何とかしよう。門山を説得してきますので、お時間をいただけますか？あははは、そこまで頑張ってくれるなら期待しようかな。快活で元気な囲碁を打つとは思っていたが、まさにその通りの人間だ。ありがとうございます。では一旦失礼します。またあの囲碁クラブで会ったら手合わせ願うよ。はい、ぜひ。
俺たちは急いで社長に相談しに行った。社長は悩みながらも、それで取引が始められるなら他にもメリットがあるかも、と OK を出してくれた。そこで大野社長からの連絡が入った。補填も陳列もしなくていいから商品を発注する。契約書を持ってきてくれ、と。先輩と俺は喜んだ。三好君のおかげだよ。まさかあの社長を口説き落とすなんてね。いやー大したもんだよ。社長も喜んでくれた。昔から不思議と人に気に入られる子だったからね。私もみんなも君を気に入っているんだよ。友達と言える人は今まで一人もいなかったかもしれない。でも今はこんなにみんなから大切にしてもらえる。それが俺にはたまらなく嬉しかった。社長は俺に役職をつけてくれた。課長という実感がないにはない。まだまだ若いし、先輩たちにもお世話になってばかりだ。ある程度の起点を自分の判断で聞かせられるようにと門山さんに言われたが、優しい社長のことだ。俺の祖母のことも知っていたし、恩情もあるんだろうな。そんな社長の期待に沿うべく、俺はこれまで以上に仕事に打ち込んだ。取引先も少しずつ増え、会社の業績もじわじわと上がっている。自分の成果がみんなの役に立ってるという実感が嬉しかった。そんな日々の中、社長が交代するという発表があった。門山さんの体調が優れないという。たまに空席をしているのが少し気になっていたのだが、倒れてしまったらしい。二代目は門山さんの息子さんが継ぐことになった。門山くんはなんと東大出身で経営学を学んでいたそうだ。どんな人なんだろうか。会社のみんなを集めて就任の挨拶があった。父の代わりに社長を務めます。会社を大きく強くしていくために経営学を学びました。これからは私の方針で業務を行うように。なんか厳しそうな印象だな。まあ俺は俺のできることを頑張ろう、そう思っていた。社長が交代してから一月ほどは何も変化がなかったが、だんだんと門山くんが現場や事務所を訪れるようになった。険しい顔をしながらみんなの仕事をじっと見る。正直いい気分はしなかった。ある日、門山くんは俺に声をかけてきた。君は若いね。いくつだ？29歳です。俺の一つ下か。大学はどこに？いえ、大学は行ってなくて。ああ、高卒か。高校はどこだったんだ？あの、高校は訳があって中退を。何？信じられん。仮にも課長という立場の人間が高校すら卒業していないなんて。門山くんはおでこに手を当てて首を横に振った。親父の采配もどうかしている。何ができるんだ？今は営業を頑張ってます。得意なことは囲碁ぐらいで。はあ、親父も囲碁をしていたな。その時のつてか。親父には気に入られてたみたいだけど、これからはそうはいかない。社長は俺だからな。俺の指示に従ってもらう。はい、重々承知しております。これからも頑張ります。なら、この条件で契約を取ってこい。そう言って門山くんが渡してきたのは、無茶な条件の契約書の草案だった。一方的に自社の利益だけを考え抜いた草案。そんな、これじゃあとても。言ったよな、従ってもらうって。そんな無茶な。第一、こんな内容では他社に勝てないし、お客さんが喜ぶとは思えない。一週間以内にとノルマを切られ、俺は途方に暮れた。できるできないじゃない。頼み込めばきっと何件か制約するだろう。だがそれは今まで築いてきた信頼関係に泥を塗る行為だ。せっかく仕事でつながり合えた人たちを悲しませることになる。俺は葛藤した。会社の人間という自覚はある。それでもこの契約はとても進められない。明日と考えているうちに、とうとう期日が迫ってくる。一度もカバンから取り出すこともしなかった。どうしたんだ三好くん、元気がないじゃないか。新たな商品の見積もりを私にライレックスに来ていた時、
大野社長に心配された。いえ、何でも。なんだなんだ、水臭いな。何か困ったことがあるようだね。よかったら話してくれないか。力になるよ。俺は迷ったが、ここで隠すのも気を悪くされるだろうな。俺はカバンから書類を取り出し、社長に見せた。これは、そうか、無茶な仕事をさせられているね。そうだったか。よし、これを契約すれば誠一くんの力になれるんだろ。一肌脱ごうじゃないか。いつもいい商品を入れてもらってるからね。俺は胸が締め付けられた。明らかに不利な契約を事情も聞かずに二つ返事で。俺は大野社長が見ている書類を下げてカバンにしまった。いえ、忘れてください。これは社内の問題ですから。こんなので迷惑をかけられない。俺の方で何とかしますよ。そうか。そういえば初めてここに来た時もそんなこと言ってたね。社長に直談判だって。頼もしかったし感動したよ。利益利益とうるさくなった世の中で、今時こんなに気持ちのいい若者がいるのかって。誠一くん頑張れよ。応援してるからね。ありがとうございます。大野社長のおかげで元気が出た。そうだ、俺にはこんなに応援してくれる人がいるんだ。何も迷うことなんてなかった。こんな契約取る方がおかしいんだ。俺は胸を張って会社に戻った。戻りました。タイミングよく門山くんも来ていた。あ、その様子だとあの契約は取れたのか。いえ、その契約は一件も取れませんでした。その代わり、こちらの見積もりで発注していただけます。俺は今日、社長に書いてもらった初回の発注書を門山くんに見せた。はあ、何を考えているんだ？じいさんの機嫌を取って金を引っ張ってくるのがお前の仕事だろ。取れるとこから取るんだよ。そんなこと俺にはとてもできないっていうのか。中卒でそれしか脳がないやつがそれをできないと。じいさんに媚びを売るだけの仕事もできないのか。使えないやつは外回りに行くだけ無駄だな。明日からもう社外に出なくていい。ずっとここにいろ。俺が駒使いに使ってやるよ。そんな、引き継ぎは。口答えするな。東大と中卒、社長と雇われ、どっちが偉いかわかるかい。君の代わりなんていくらでもいるんだ。俺は使えるやつを使う。実力主義というやつだ。稼げない営業は外に出るだけで経費の無駄だ。わかったか。それから俺は門山くんの横につくように命令された。その仕事内容はまるで召使いだ。ちょっとした買い物に走らされ、人気のランチ店の順番待ちをさせられ、もちろんご商売に預かれるわけでもない。門山くんが会議を開くといえば指定された資料を持って後ろをついていく。こんな紙切れだけを人に持たせて、門山くんはポケットに手を突っ込んでいる。会議室に着くと資料を手荒く取って、終わるまで外で待ってろと命令する。そんな日々が続いた。地獄のような日々だった。どうだ、そろそろ理解できたか。何をですか。まだ分かってないのか。じゃあ簡単な問題を出してやる。顧客は何だ。何だって、それは大切な人たちで。違うだろ。ヒントをやろうか。ビジネスなんだよ。わかるか？仕事でつながった大切な人たち。違う。まどろっこしいやつだな。金だろ？それ以外、なんだって言うんだ？最終的には金だろうが。俺は愕然とした。確かにお金は大事だ。だけど、お金が全てじゃないはずだ。何も飢えて死ぬわけじゃないんだ。お互いに困ったら支え合って平和に生きられる社会なのに。俺は違うと思います。そんなことしたくない。そんな考え、とても賛成できない。ハマちゃんだな。弱肉強食って知ってるか？結局は強いやつが勝つんだよ。金を稼げるやつが強いやつだ。
そんなこともわからないんなら、とっとと消えろよ。お前にできる仕事なんて、この会社にはないよ。親父のコネで入社しただけの無能が。おっと、もちろん自己都合の退職でいいよな。これ以上、雑魚に払う金なんてないからな。祖母の入院代も稼がないといけないのに、そんなことが頭をよぎったが、我慢できなかった。お金はいりません。こんな会社、こっちから願い下げだ。そう言うと、なぜか涙が溢れてきた。高校を中退した俺を雇ってくれた先代の社長、よくしてくれた先輩たち、優しくしてくれて、時には相談相手になってくれた取引先の人たち、そんな人たちの顔が浮かんで、もう目の前の門山くんは見えなくなっていた。痩せ我慢で単価を切った割にはみっともなく泣きやがって。達成。早く行けよ。シッシッ。俺は振り返り、心配するみんなも無視して会社を飛び出していた。向かった先は祖母が入院している病院だ。お手洗いで顔を洗い、涙を隠した。そして祖母の病室に向かう。扉を開けると少し顔色が良くなった祖母がいた。調子が良さそうだね。あらあら、今日はお仕事じゃなかったの？ああ、今日はもう。俺は祖母の隣に座る。実はさ、今日仕事を辞めてきたんだ。せっかく紹介してくれたいい会社だったけど、ごめんね。祖母は何かを見透かすような遠い目をしてゆっくりと口を開いた。私の方こそごめんよ、誠一。あんたにはずっと我慢をさせてきたね。何もしてあげられなかった上に苦労をかけてしまって。そんなことないよ。大変な中俺を育ててくれて、仕事も紹介してくれてさ、ありがたいとずっと思ってたよ。今もありがたいと思ってる。誠一、自分の生きたいように生きて、自分のしたいことをして、そうしたらおばあちゃんはそれが一番嬉しいから。亡くなったおじいさんもずっとそう言ってたわ。誠一にはたくさん我慢させてきたから、将来は好きなことをうんとしてほしいって。たまにはお仕事なんか忘れて好きなことをしなさい。人生楽しまないとすぐにおばあちゃん見たくなるわよ。祖母は少しおどけていった。そうだね、人生一度きりだもんね。好きなことか、ずっと仕事ばかりだったもんな。多少の貯蓄はあるからすぐに困るというわけじゃない。したいことか。ありがとう、元気が出たよ。じゃあちょっと行ってこようかな。俺は病院を出て歩き出した。慣れた道を歩くと、だんだんと懐かしい道に変わってゆく。普段は通らないけど、昔によく通った道。小学校を通り過ぎて少し行けば、あの囲碁クラブだ。当時から古臭かった囲碁クラブ。佇まいが新しくなってる、なんてわけもなく、当時のままだ。俺は久しぶりに囲碁クラブの扉を開けた。いらっしゃ、おや、せいちゃんかい。よく来てくれたね。お入りお入り。ご無沙汰してます。お邪魔します。おい、みんな、せいちゃんが来たよ。その声に反応してわらわらとおじさんたちが集まってきた。何をしてた、元気だったか。みんなは俺の手を引いて囲碁盤の前に引っ張っていく。そしたらわしが打ちましょうかね。今いる中じゃわしが一番よく打ってる。じゃあその次はわしが。今日は帰れないよ、せいちゃん。そう言いながらジュースを渡してくれたおじさん。いつまでも子供扱いして。俺はお礼を言ってジュースを受け取り一口飲んだ。ああ、帰ってきたんだな。そんな味がした。少し酸っぱい味がしたのは俺の涙の味かもしれない。俺はハンカチで目を拭うと、向かい合い石を持った。そして盤上に置く。その繰り返しは幾分か心を楽にしてくれた。
腕は鈍っていないみたいだ。手堅く打った俺は2回連続で白星をあげる。せいちゃんじゃないか。一曲打とうか。大野社長だ。どうやら着いたばかりみたいで、ネクタイを外しながらポケットに押し込んでいる。打ちましょう。久しぶりに相対する二人。大野社長は手強い。俺は苦戦を強いられていた。どうしたんだい、せいちゃん。自由で気持ちのいい打ち筋の君が随分と縮こまった手を。パチリと響いた音に思わず声が漏れる。そこは盤面も見覚えがある。そうだ、祖父と打った時、俺が初めて祖父に勝った時の盤面。ただし俺が祖父の方。このままじゃ苦しい場所に置かざるを得ない。ここだ。どうした？随分と暗い顔をして打つじゃないか。パチリと返される。盤面にポタポタと雫が落ちていく。それは俺の方を伝って落ちていた。そして止まることなく盤面を打った。どうしたんだい。俺は間違ってるんでしょうか。俺は会社をクビになった経緯を打ち明けた。以後楽しみに来ていた人たちに暗い話をして申し訳ない。でもそれは止まらなかった。そうかい、そんなことが。せいちゃん、わしに任せなさい。いい考えがあるから。翌日、門山くんから連絡が来た。三好くん、休暇は終わりでいいかな。会社に戻ってきて営業に出てくれないとさ。電話の向こうから気持ちが悪いぐらいの猫なで声がする。辞めるとお伝えしました。あなたも退職しろとおっしゃったじゃないですか。言葉のあやだよ。君の実力は知っていたから、もう少しやり方を変えてもいいんじゃないかって。どちらにせよもう会社の営業方針には従えません。言ったはずです、願い下げだって。そんなこと言わずに助けてくれよ。誠一くんがいないと取引をしないと言ってるんだ。それも一社や二社じゃない、最大手のあの会社も。このままじゃうちがやばいんだよ、わかるだろ。今度は悲壮感のあふれる声だ。いえ、もう戻りません。辞表は後日提出しますから。なんだと？俺がこれだけ頼んでいるんだぞ。一体何をしやがったんだ？卑怯じゃないか。こそこそとなんかしたんだろ？賄賂か？他社に情報を売ったのか？呆れた。こうもよく声色をコロコロ変えられるんだな。忙しいので失礼します。俺は嫌気がさして電話を切った。今はもう囲碁だけを打っていたい。俺の調子はすっかりと戻っていた。自分の思うように打ち、気持ちよく勝てる。まさに連戦連勝。今まで会った人たちが全員俺と打ちたがってくれた。みんなが相手だとまだまだに数がかかりそうだな。外も暗くなってきたし、今日はこの一曲が最後か。五番を挟んで向かい合ってお辞儀をする。そして石に手をかけようとした時、勢いよく扉が開いた。店主が静止する声が聞こえたかと思うと、ドタドタと足音がする。振り返ると門山くんだった。やっと見つけたぞ。そう言うと彼はその場に膝をついた。頼む、会社に戻ってきてくれ、この通り。そして地面に頭がつくほど低く下げる。もう戻りませんよ。頼む、金も用意するから、役職もあげる、何でもするから。君がいないとうちはもう終わりなんだ、頼む。奥の方に座っていた人から声が上がった。いきなり無粋じゃないかしら。古ぼけた囲碁クラブに似合わない綺麗な声。すらっと身長が高く、おでこを出した長い髪がよく似合う美人。門山くんは驚いて顔を上げた。あなたはライレックスの社長の娘だけど、何か。こんなところに救いの女神が。どうかお父様に取引を再開していただけるよう進言いただけないでしょうか。この通り。実は営業を任せていた社員が何の引き継ぎもせずに突然辞めてしまって、きっと御社に見返りを用意しますから。
そう言って門山くんはまた頭を下げる。だがそれは無駄な努力だ。俺がみっともなく大野社長の前で涙を流してしまった時、彼女もその場にいた。思えば俺がこの囲碁クラブに連れてきた最初で最後の人だ。彼女とはよく一緒に囲碁を打ったし、お父さんも今や通い詰める常連だ。我が娘がどんな場所に通っているのかと見に来てみると、純朴な囲碁クラブ。お父さんの方も囲碁が好きらしく、実は春子さんよりもお父さんと対局したことの方が多い。そんな大野社長と俺をつないでくれたのは彼女の存在だ。大野社長はいろんな人を連れてきて俺と対局させた。連勝を重ねるうちにプロになればいいと言ってくれたのも大野社長。俺の噂は広まり、大野社長の紹介でと人は集まる。対局相手にはことを書かなくなった。そんな時、祖父が倒れて足が遠のいてしまった。祖母のことも落ち着いた頃、俺は週に一度は囲碁クラブに通った。春子さんもたまに来てくれて、一緒に囲碁を打ったりした。礼儀正しく、物静かな彼女。あんなにおとなしかった彼女が、まさか話に割って入ってくるなんて。だが、割って入るどころではなかった。門山さんでしたっけ？先代の人は素敵な方だったと聞いていましたが、二代目の方は随分と嘘がうまいみたいで。そんな、嘘じゃないです。お前からも言ってくれ。俺はため息をついた。何を言えって言うんですか。あなたに信用なんてあったものじゃない。とても戻るなんて。そうよ、誠一君になんてひどいことを。彼女は声を荒げた。こんなに頭が良くて、人柄も良くて、信用できる人なんて他にいないのに。あなたはお金が好きなんでしょ？そんな人のところに誠一君を返すなんて。返すって、ただの無職じゃないですか。なあ、三好君、仕事がなければ金には困るだろう。今より待遇も上げるからさ。そうだ、君のおばあさん入院してるだろ？その費用全部私が負担しよう。それでどうだ？え？いや、俺は無職ではないですよ。今はライレックスにお世話になってますから。大野社長はこんな俺を誘ってくれた。それも好待遇だった。出勤は週に3日、それ以外の時間は囲碁を打ちプロを目指したらどうかと。俺は迷った。好意に甘えていいのか。俺も立派な大人になった。祖父母に世話になった子供の頃とは違う。好きなことをしていきなさい。おじいちゃんもおばあちゃんもそれが嬉しいから。病室でそう言っていた祖母を思い出した。おばあちゃん、俺は囲碁がしたい。諦めた夢をもう一度追いかけたい。俺は大野社長の行為に素直に甘えた。プロになったらもちろんうちをスポンサーに入れてくれたまえ。まあ仕事をしたければしてもいい。あの時は辛かっただろう。今度はわしがついてるから、思い切って挑戦しなさい。大野社長はそこまで言ってくれた。ペラペラの薄い言葉じゃない。しっかりと感情がこもった本当の心からの言葉だ。それから数ヶ月後、結局門山くんは会社を倒産させてしまった。力になってくれる社員も残らず、取引先も残らず、噂にも上がらないほどひっそりと倒産した。噂によれば、人望のない門山くんは借金を抱え、日雇いのアルバイトをしながら細々と生活しているらしい。東大で経営を学んだはずなのに、とんだ皮肉だ。俺は囲碁をしない週3日は外回りの営業に出た。これまでのつてや紹介もあり、週3ながらもそれなりの契約を取ってきた。会社に甘えっぱなしも気が引ける。日数が少ない代わりにと一生懸命に営業をした。やはりわしの目に狂いはなかったな。君は以前の業績も素晴らしい。それは君の人柄のせいだろうな。実に気持ちのいい話し方をする。人事に無理を言って採用したわしも鼻が高いよ。大野社長は俺の入社を心から喜んでくれた。好条件での採用、それには実はもう一つ条件があった。大野春子さん、彼女の囲碁の先生になることだった。
どうだね、春子の腕は。いい線をいっとると思うのだが。そうですね、まっすぐで静かな打ち筋。綺麗だと見とれていると、あっという間に形勢を持っていかれてしまう。ヒヤヒヤしますよ。そうかそうか。ん？何に見とれているって？え、いえ、打ち筋の話ですよ。ははは、冗談だよ。これからもよろしく頼むよ。今日もこの後、春子さんと対局だな。俺は彼女の元へ向かった。お互いに向かい合い、お辞儀をする。そして対局が始まる。パチリパチリと音が響く。ここかなと石を置く。その次の一手、明らかに彼女は打ち損じた。が、石からまだ指は離れていない。ずっと石の上に細い綺麗な指を置いたまま、不思議に思って顔を上げると、彼女はじっと俺を見つめていた。思わず俺はドキリとして息を呑む。時が止まったようだった。次、打ってよ。ああ、ごめんごめん。盤面を見ると、さっき彼女が置いた場所に石はない。指をずらして違うところに打ったんだ。右隅の星の位置に布石を打っていた俺の石、その隣の小目にぴったりとつけてあった。これまでの彼女の手じゃないが、いい手だ。もしかしたらこの対局は。珍しく長考する俺を彼女はまだじっと見つめていた。人に助けられてばかりの人生だった。何の取り柄もない、そう思ってた。でも今ならわかる。勉強ができるとか、運動が得意とか、お金があるとか、それもいいことなんだろうけど、俺はもっと大切にするべきものがあると思っている。信用してもらえること。そのために何ができるか、どうあるべきか、そう考えるとおのずと自分の中に答えが出てくる。心の底から当たり前のように誠実であること。信用してくれた人の気持ちに応えるにはそれが大切だ。みんなのおかげでここまで来れた。まだまだ人生はこれからだ。もしもこの先結婚するようなことがあれば、式は海の近くでしたいな。できれば地元の海の見えるところで。もしかしたら父さんと母さんも見に来てくれるかもしれないから。中卒のお前に問題だ。なんでお前の給料が444円だと思う？お前みたいな会社のお荷物は追い払っておしまいって意味だよ。つまりお前は解雇、クビ。迎えた給料日、俺の給料がたったの444円しか振り込まれていないことを伝えると、副社長の岸野はこう言い放ち、いきなり解雇通告をしてきた。え？クビってどういうことですか？うちはな、能力評価主義なんだよ。のらりくらりと仕事してるだけで金もらえると思ってるのか？そんな役立たず置いておけるような余裕はないんだよ。分かったらお前の痕跡すべてきれいにしてから出ていけ、この役立たずが。副社長はバンと机を叩くとそっぽを向いてしまった。あまりに理不尽じゃないか。俺は怒りのあまり握った拳が震えた。だがもういい、俺はやるだけのことはやった。よし、俺の痕跡をすべて消し去ってやる。それがどんな運命になったとしても知ったことか。そして後日、副社長は俺に泣きつくことになるのだった。俺の名前は柳瀬正人。先月ついに40代の大台に乗ったところだ。今思うと、俺が生まれ育ってきた環境はなかなかに過酷だった。両親は幼い頃に亡くなり、俺は弟の直人と共に親戚の家に引き取られた。だが突然やってきた俺たちを快く迎え入れてくれる親族は一人もおらず、常に窮屈な生活を強いられた。学校でも貧乏呼ばわりされ、いじめられる毎日。直人は生まれた頃から病弱で学校を休みがちだった。ただでさえ貧乏なことに加え、学校にもなかなか行けない直人はクラスの中でだいぶ浮いた存在だったと思う。俺は直人を守りたい一心で勉強や運動を頑張り、誰よりも一番を目指した。小学校では学級委員を務め、運動会ではリレーのアンカーになれるようにと毎朝必死で走り込んだ。
直人をターゲットにしていたいじめっ子たちも、あの正人の弟ということで手出しをしなくなっていった。少しずつ周囲の目が変わり始めた頃、俺は中学生になった。勉強も部活も過酷さは増したけれど、俺は蹴落とされまいと必死に頑張った。3年生になってようやくクラスメイトたちは何のためらいもなく接してくれるようになり、生徒会長に立候補した時はみんなが快く応援してくれた。俺もようやくみんなに受け入れてもらえたのだととても嬉しかったことを覚えている。成績優秀だった俺はそのまま同じ地域の高校に進学した。本当は学びたいことがある私立に行きたかったのだが、養父がそれを許さなかったのだ。それでも気の合う友人にも恵まれ、俺の青春はこれからという時だった。直人がとうとう倒れてしまい入院することになったのだ。入院費用は想像以上に高かった。親族たちは私たちにも関係ないと言わんばかりに支援することを拒み、養父母も苦い顔を浮かべながら最低限の治療費を投げつけてきた。だが直人の病状は一進一退で、先の見えない入院生活がいつまで続くのかと思うと、俺は暗淡たる思いに駆られた。結局俺は高校中退を余儀なくされた。直人の入院費用を稼ぐにはアルバイトだけではとてもじゃないが足りない。せっかくつかんだ眩しい青春は俺の手からあっけなく離れてしまった。ごめんな。直人がぽつりとつぶやく。俺は家から持ってきた着替えをしまっていた。何謝ってんだよ。俺は疲れを押し殺し、直人に笑顔を見せた。でも、直人は自分のために高校を中退し働かざるを得なくなった状況に心を痛めていたようだった。だが、直人はたった一人の家族だ。家族のために頑張ることは兄として当たり前だ。兄ちゃんはさ、勉強も運動もできるスーパー人間なのに、俺みたいな体が弱くて金のかかる俺のためにいろんなことを諦めさせちゃっただろ。俺なんかこうして生きてる価値なんて。やめろ。俺は思わず大声を出してしまった。ごめん。いや、お前のせいじゃない。むしろ俺が頑張れているのはお前がいるからだよ。だからさ、あ、そうだ、はい、これ。俺は紙袋から出してきたあるものを直人に差し出した。途端に直人の表情がほころんだ。ああ、これ俺が欲しいと思ってたゲーム。でも高かったんじゃない？ふふふ、俺の労働力を見くびるなよ。とにかく、まあこれで元気出せよ。うん、ありがとう兄ちゃん。直人が嬉しそうにゲーム機をあちこち見ている様子に、俺はこれでいいんだと自分に言い聞かせた。俺は今某清掃会社の契約社員として働いており、今日も先輩と一緒に大手 IT 会社のオフィスに向かっている。俺はろくに分別がされていないゴミ箱を分別しながらオフィスの様子をつぶさに観察していた。誰もがみんな難しそうな顔でパソコンとにらめっこしながらカタカタとキーボードを打ち鳴らしている。ここの会社も暗いよな。一緒に作業をしている先輩がボソッとつぶやく。俺は恐る恐る聞いてみた。先輩はこういう会社の清掃には何度も？ああ、最近こういうパソコンの会社増えたね。漂ってくる匂いに顔をしかめながら先輩は答えた。ふと燃えるゴミの中から難しそうな冊子が出てきた。プログラミングと書いてある。プログラミングって知ってます？さあなあ。っていうかこれは資源ゴミだから燃えるゴミから出しといて。わかりました。その後も俺は指示されるままに仕事をこなしていったが、プログラミングという言葉が頭からなかなか離れなかった。いつものように過酷な仕事が終わり、俺は駅前の書店に駆け込んだ。早速お目当ての本を探す。あったあった。先輩が言うように、あのような会社が増え続けているということは、それだけ必要とされる職種なんだろう。俺はプログラミングに強い興味を持った。もしかしたらこれはかなりの強みになるかもしれないぞ。難しそうな用語が並んでいる本をペラペラとめくっていると、俺は学生時代の希望にあふれていた思いが蘇ってくるようだった。こうして俺は仕事の合間を縫って必死にプログラミングを学び始めた。
難解な専門用語が次々と出てくるたびに襲ってくる睡魔と戦いながら、俺は寝る間を惜しんで勉強を重ねていった。そんな生活を数年続けること2年。ついに俺は念願の SE の仕事をしていく上で必要不可欠な資格である基本情報技術者試験に見事合格できたのだ。5人に1人の合格率を見事突破した俺はさらに勉強を続け、 SE として欠かすことのできないシステム関連の資格を次々と取得していった。こうして SE としての一歩を踏み出した俺は、いくつかのシステム会社やゲーム制作会社で実績を積んでいった。特に某大手通信会社に勤めていた時、国が関わっているサイトの運用管理に携わったり、またある時は下請け会社の一社員として某有名アプリゲームのシステム構築から任せてもらえたことは SE としての大きな自信につながった。優しい社長や頼もしい社員たちに恵まれて、俺は忙しくも充実した毎日を過ごしてきたものの、ある目的を心に秘めていた俺は、後ろ髪引かれる思いでその会社を後にしたのだった。そうして俺は今あるゲーム会社で働いている。この会社は数年前にできたばかりの比較的新しい会社なのだが、一作目に出したゲームソフトが今話題の e スポーツでも公式ゲームとして採用されているほど世界中で親しまれている爆発的大ヒットを記録したのだ。その後も RPG やシューティングといったゲームソフトを次々と送り出し、会社の知名度は某大手ゲーム制作会社と肩を並べる勢いだ。会社はいわゆる総務や社内インフラの管理を担う管理部門と、ゲーム制作の根幹ともいえるシステム部門に分かれており、俺はシステム部門のゲームプログラムのチームに在籍している。まさにゲーム制作会社の根幹といえるところだろう。そして今会社は副社長である岸野陽介が中心となって業務を取り仕切っている。岸野は頭の切れる人間ではあるものの、独善的なところや学歴至上主義なところがある。岸野は以前自らも立ち上げメンバーの一人だったというベンチャー企業にいたこともあり、経営に関しては誰よりも有能であると自負しているようだった。だがゲーム業界は全くの素人で、岸野は何の考えもないまま思いつくままに無駄な要求を次々と押し付けてくる。おい、2ヶ月後にリリース予定になってるゲームどうなってる？ああ、来週頭にはサンプル出せるように。明日にはあげろ。え？いや、でも。いいか、俺が明日と言ったら明日だ。はい。納期というものがある以上、この業界に残業はつきものだ。だからこそスケジュール管理は必要不可欠となるわけだが、こういった突発的な業務が発生してしまうと、もう一度スケジュールを組み直さないといけない。そのせいか会社には終始疲弊した空気が流れているのだった。俺はそんな雰囲気にへきへきしていたこともあり、同僚のフォローをきっちりしつつも自分の仕事をささっと終わらせると定時で会社を出ることが多い。今日もすべての仕事を終え帰ろうとしたところだった。柳瀬さん、最近入社したばかりの寺山修理が声をかけて。何でしょう？管理部門で社内システム管理を担っている彼女は、連日の残業で疲れているだろうに、それを微塵にも感じさせないほどの華やかな雰囲気をまとっている。彼女は淡いブラウンに縁取られた瞳で俺の顔をまっすぐに見つめてきた。柳瀬さんって何者ですか？え？随分と唐突なことを聞いてくるものだ。だって皆さんがこれだけの仕事を抱えている中で、きっちり仕事を終えて定時で帰ってますよね。正直信じられません。もしかして嫌味でも言われているのだろうか。俺は彼女の真意が全くわからない。だが次の瞬間、シュリは企みを隠すような満面の笑顔でこんなことを言ってきたのだ。そんな仕事のできる柳瀬さんにぜひ協力していただきたいことがあるんです。おはようございます。おはよう。俺のいるチームは相変わらず暴殺的な毎日ではあるものの、以前のようなストレスフルな雰囲気はだいぶ和らいできており、時折談笑する余裕が出てきた。1ヶ月前、首里が中心となり効率的に仕事ができる業務管理システムを構築し運用が始まった。
かねてからこの業界特有の働き方に疑問を抱いていた趣里は、このままでは過重労働で命を落としてしまう社員が出てきてもおかしくないと経営側に掛け合い、このシステムを作り上げた。実際に運用が始まってから社員の残業は目に見えて減っていった。この功績に大いに気分を良くしたのは当然副社長である岸野だ。いやー、このシステムのおかげで社員の危機は救われた。これもすべて寺山さんのおかげだよ。今度祝杯でもあげたいところだ。ありがとうございます。ですがここまで無事に来れたのはひとえに社員みんなの協力があってのものですから。いやいやいや、こいつらは何にもやってないよ。例えばそこの帰ろうとして柳瀬くんだっけ。そう言って岸野は帰ろうとしている俺の名前を口にした。俺は思わず振り向く。お前みたいにさ、ただ暇こいて定時できっちり帰る人間見るとなんかムカつくんだよな。周りはアクセが働いてるのにさ、協調性がないっていうか、どうせ大した仕事してないんでしょ。周りはお前のことをずいぶん頼ってるみたいだけど、そうやってできるふりして仕事押し付けてるんじゃないの。そう言ってニヤニヤしているものの、目の奥は全く笑っておらず、俺は背筋がそっとした。副社長、柳瀬さんは。寺山さん知ってた？こいつ中卒なんだよ。中卒なんて社会のゴミだよ。寺山さんもこんな奴と一緒にいると華やかな経歴に傷がつくよ。一緒にいる人は選ばなくちゃ。例えば俺みたいな一流の大学出て一流の仕事してる人とかね。勝手に言ってろ。俺は副社長を相手にすることはなかった。だが副社長の俺への風当たりは日に日に強くなっていった。会社の休業日変更が中卒は休みでも働けと俺にだけ知らされていなかったり、年末調整の書類がなぜか俺にだけ回ってこなかったりと、明らかに岸野から命じられているとしか思えないことばかりだ。他の社員は岸野の仕業であることを薄々分かっていたようだが、事実上の会社のトップに君臨している岸野に意見することなど到底できず、周りは仕方なく傍観することしかできなかった。俺は何とも言えない思いを抱えながら、ただ切々と仕事をこなすしかなかった。仕事がきちんと回りさえすれば俺はいい。しかしとんでもない騒動が巻き起こったのはそんな頃のことだ。給料日の今日、俺はまとまったお金を下ろそうと出社前に ATM に寄った。早速記帳された通帳を確認すると、え？俺は今しがた起こった出来事に一瞬思考が停止してしまった。俺は目をこすってもう一度通帳に目をやった。どういうことなんだ。なんと振込金額が444円となっている。何かのシステムエラーか。俺は ATM を飛び出し会社に急いだ。副社長、これはどういうことでしょうか。会社に着いて早々、人事から副社長室に寄ってくれと言われた俺は息つく間もなく駆け込んだ。副社長はやけに落ち着き払った口調でとんでもないことを言ってきた。どうもこうもないよ。それが我が社のお前に対する評価ってこと。対価っていうのはそれなりの働きに応じて支払われるんだから、協調性もなくろくに仕事もせず会社に貢献してないやつには妥当だよ。むしろもらえるだけありがたいと思っとけ、この給料泥棒が。あまりの言い草に思わず体がカッと熱くなった。だが岸野はさらに追い打ちをかけてきた。はいはい、中卒のお前に質問だ。なんで444円だと思う。すると岸野は右の手のひらでシッシッと追い払うような仕草をしながら、それはな、シッシッ、お前みたいな会社のお荷物は追い払っておしまいって意味だ。つまりお前は解雇クビ。うちはないるだけで給料もらえると思ってるんだろうけどな、俺の目は節穴じゃないぜ。役立たずに払う金はないんだよ。分かったらお前の痕跡一切全て綺麗にしてから出ていけ。有無を言わさない首宣言を受け、失意のまま副社長室を後にした俺は密かに考えていたある計画を実行することにした。耳にタコができるほどチームのみんなから留意の言葉を一通り聞かされた後、
人デスクの片付けを進めていると、柳瀬さん。あ、寺山さん、お疲れ様です。シュリは険しい顔を浮かべている。どうしてですか？え？俺は彼女の顔をまじまじと見る。その目は怒っているようで悲しんでいるようにも見える。だが俺は質問には答えず、しばらく逡巡した後にこう切り出した。寺山さん、悪いけどまたお願いしたいことがあるんだ。時計を見ると午前10時を指している。こんなにたっぷりと寝たのは久しぶりだ。岸野の嫌がらせにより会社を辞めるまでの数ヶ月はまともに帰れず、本来の人間らしい生活が送れることの素晴らしさを久しぶりに感じた。久しぶりに床屋に行こうと思い立ったその時、枕元のスマホが大きな振動を立てた。画面をちらっと見た後、俺は通話ボタンをタップした。もしもし。おい、柳瀬。あまりの怒りぶりに岸野の声が上ずっている。お前やってくれたな。何のことですか？しらじらしいな。っていうか早く戻ってこい。今うちが大変なことになってるんだ。何があったんですか？あの寺山が作った業務管理システム、実はお前が作ったって言うじゃねえか。彼女が全部話してくれたんだよ。とにかく戻ってこい。岸野は怒りつつも随分と焦っているように見える。だが俺は頭をボリボリかきながらこう告げた。ええ、おっしゃる通り、あのシステムを作ったのは俺です。俺が彼女にお願いして彼女が作ったということにしてもらっていたんです。お前なぜそんなことを。それになぜシステムを壊していった？岸野はますます怒りに燃えた。え、だって副社長おっしゃいましたよね、俺がここを辞めるときは痕跡を一切残さず綺麗にしてから辞めろと。なのでその通り、俺が作ったシステムの一切を全て壊しました。電話口で岸野は息を呑んだ。確かにそうは言ったが、だけどこれは業務妨害だぞ。副社長命令だ。今からうちに戻って。申し訳ないのですが、俺はもう戻りませんよ。そう言って俺はあまりのバカバカしさに電話を切ってしまった。俺は再び布団に横になり、シュリとのやりとりを思い出していた。遡ること3ヶ月前、仕事が終わり帰ろうとしていたところをシュリに呼び止められ、協力してほしいことがあると切り出してきた時のことだった。俺に協力してもらいたいことって何？私とチームを組んであるシステムを一緒に作ってほしいんです。あるシステム？はい。するとシュリは今の会社の状況や現在の働き方についての問題点などをひたすらつらつらと語り出した。俺はひたすら相槌を打つことしかできない。そこでシュリの瞳に一層熱がこもった。今私のいる管理部門において新しい業務管理システムの構築を進めています。このシステムが導入されれば、私たちの働き方はぐんと変わるはずです。そう言ってシュリは左手に持っていたクリアファイルから何やら書類を出してきた。これがそのシステムの概要です。そうして手渡された書類をパラパラめくりながら、俺はしばし考え込んだ。わかった。俺もぜひ協力するよ。ただし条件がある。それを飲んでくれさえすれば、このシステムのほぼ全てを俺が作る。え？全てをですか？いくらなんでも。ああ、もちろん寺山さんにお願いするところは出てくると思うけど。シュリの目が丸くなっている。そうして俺は条件としてシステム構築に俺の名前を一切出さないでほしいことを秘めてきた思いとともに告げたのだった。俺は目を閉じてシュリと一緒になって作業した月日を思い返していた。数えきれないテストを繰り返し、バグを見つけて修正する。これらをつぶさに繰り返しながら着々と形にしていった。正直、このシステムを作り上げるのはかなりの難儀だったが、それでも最後まで諦めなかったのは、SE という仕事が好きなことはもちろんのこと、それ以上に、シュリの熱い思いに揺り動かされたからだ。それに、会社を良くしたいという俺の気持ちも。俺は投げ出していたスマホを再び手にし、ある人へ電話をかけた。もしもし。待ちわびていた声が電話口から聞こえた。大変なところを悪い。
それはいいの。それよりも寺山さんには大変な迷惑をかけた。すると彼女は一瞬黙り込んだ。あなたはもっと評価されるべきよ。私は今でも納得がいかないの。なんであなたが会社を辞めないといけないの。会社はもういいんだ。それに社長にすべて話すべきよ。こそこそするのはもうやめて。あなたは評価されるべき人だもの。シュリーのその一言に俺は思わず口をつぐんでしまった。翌日、洗面所で身支度をしているとスマホが振動した。相手はまたも岸野だ。しぶしぶ電話に出ると昨日の態度から一変し、悲痛な叫びが聞こえてきた。頼む、助けてくれ。昨日から社員と一緒にいろいろ見てるんだが、なかなか復旧できないんだ。しかも今日社長が復帰してな。この状況に大変ご立腹なんだ。お願いだから一度来てほしい。今にも泣き出しそうな声色に鳥肌が立ったが、俺は会社に行く旨を告げた。久しぶりの会社に足を踏み入れると社内は大混乱していた。電話はひっきりなしに鳴り響き、数人の社員が自分のスマホで熱心に通話をしている様子がうかがえた。岸野は俺の姿を見るなりすぐに駆け寄ってきた。その様子を首里と社長が後ろから冷ややかな目で見つめている。柳瀬くん、助かるよ、ありがとう。そう言ってすがりつこうとする岸野をうまくかわし、俺は首里と社長のもとへ歩み寄った。社長、この度は大変な混乱をお招きしました。すべては私の責任です。申し訳ありません。ことの次第はすべてこの寺山さんから聞いているよ。だけど一体何があったのかを君の口から聞きたい。社長は責める言葉を一切出すことなく俺の顔を見つめている。俺は深呼吸をした後、岸野から受けた数々の仕打ちや嫌がらせをつまびらかに話していった。すると岸野は、何よ、お前がシステムを破壊したことに変わりはないじゃないか。責任転嫁もいい加減にしろと必死に弁明を始めた。私は副社長からの仕打ちに耐えきれなくなり、思わずシステムを破壊する行為に出ました。ですがそれはあくまでも嫌がらせに対する復讐行為のようなものですし、会社へのダメージを考えて寺山さんにはシステムの復旧データを渡しております。そう言って俺は首里を見た。彼女はうつむいている。復旧データはどうしたの。だが彼女は俺からの質問には答えず、柳瀬さんから話を聞いた時は信じられませんでした。柳瀬さんだけ給料を444円だなんて。そして首里は岸野に向けてこう言い放った。柳瀬さんは大変優秀な SE です。もっと評価されるべきだわ。それなのに嫌がらせは愚か、辞めさせるようなところまで追い詰めるなんて。副社長にはどれだけ自分がひどいことをしてきたか身をもって分かってほしかった。ですが、首里は一度呼吸を整えた。復旧の対応を怠ったがゆえ、結果的に会社を大混乱に陥らせたことに言い訳の余地はありません。これは私の意思でやったことです。柳瀬さんはきちんと復旧データを残していったのに、大変申し訳ありませんでした。処分するなら柳瀬さんではなく私を処分してください。首里は姿勢を正し、深く体を折り曲げた。岸野が口を開こうとすると、副社長、いや岸野さん。社長が重い口を開いた。岸野が何事かと顔を向けた。そもそもここまでの騒動になったのは全てあなたの責任だ。社長は静かに怒りをにじませている。え、岸野は弁明しようと口をパクパクさせているものの、社長はそれを無視して首里にこう告げた。君に仕事をお願いしたい。彼が他にも何もしでかしていないかを他の社員への聞き取りも含めて調べてくれないだろうか。その結果も含めて何らかの処分を下すつもりだ。社長。岸野は何とか言い訳しようとするも、もはや逃れることはできないと悟ったのか、その場にへたり込んでしまった。そして社長は俺の方を向き、柳瀬くん、君と二人だけで話をしたい。初めて入る社長室には所狭しと歴代手掛けてきたゲームソフトが並んでいる。俺は深く頭を下げた。社長、
この度はこのような騒動を巻き起こしてしまい申し訳ありません。すべては自分が言い出したことで、寺山さんは関係ありません。それなりの処分は覚悟しています。どうしてそうなんだ。社長は先ほどの冷静な態度とは違い大声で怒鳴った。俺は頭を上げた。そこには悲痛な表情で俺を見つめる直人がいた。そう、ここは弟の直人が社長を務めるゲーム制作会社なのだ。兄ちゃんは昔からそうだった。自分を犠牲にして他人を巻き込ませまいとしてる。その姿に俺は弟として何度心を痛めたと思っているのか。初めて知った直人の本音に俺はただ黙ってうつむくことしかできなかった。俺がここまで頑張れたのは直人の存在があってのことだ。だが直人は俺のそんな姿を見るにつけ、何もできない不甲斐なさに自分を卑下するようになっていった。俺は兄さんと違ってダメなやつだから。退院した後も直人は俺に対してどうしようもない悶々とした思いを常に抱えており、俺を避けることも増えた。直人のために一生懸命頑張っているのに、逆に直人を苦しめてる。その頃、直人の体調は比較的安定していたこともあり、好きなことを活かせないかとネットを通じて知り合ったゲーム好きの知人とゲーム制作会社を立ち上げたのだ。直人はずば抜けた感性で次々とヒット作を世に送り出していった。こうして会社は一躍大企業となったのだが、それに伴って社長としてのプレッシャーも増えていく。そしてとうとう激務がたたり、直人は再び体調を崩して入院してしまったのだった。直人からはそれなりに会社の実情を聞いていたのだが、入院したタイミングと比例して業績は緩やかに低下していった。俺は何としても力になりたかった。だが俺が介入することを直人は決して望まないだろう。そこで俺はこっそりこの会社に入ることを決めた。だが自分が派手に活躍することは弟を苦しめることになる。そこで俺はあくまでも黒子に徹し、会社の業績が上向くことだけを第一にやってきたのだった。兄ちゃん、それで俺が喜ぶと思ったの？え？直人の怒りと悲しみをごちゃ混ぜにしたような目が俺に深く突き刺さる。兄ちゃんにとっては俺はいつまでも病弱な弟なんだろ。直人、だけど俺はもう昔と違うんだ。俺最初兄ちゃんが俺の会社に来たって知った時悔しかったんだよ。握り拳を強く握りながら直人は続ける。大人になってこれだけの会社の社長になっても、兄ちゃんはいつまでもか弱い弟しか見てくれていないんだって。直人の瞳は涙で濡れていた。俺は兄ちゃんが思うほどもう弱くなんかないよ。さっきだって見ただろ。だからさ。直人は俺のそばに歩み寄った。本当の家族なんだから、俺に隠れてスーパーマンみたいなことしなくていいよ。むしろさ、手を取りその手を握りしめる。これから一緒に会社を支えてくれないか。直人、瞳が涙でいっぱいになり、最後は直人の顔をまともに見れなかった。システム破壊騒動から1ヶ月が経った。岸野は懲戒解雇となった。岸野とは直人が会社立ち上げの際に知り合った一人で、コンサル会社に勤めていた経歴を生かし、直人に経営のノウハウを一から教えてくれたことで、直人は彼に心を開いていった。だがそれは表の顔だった。岸野は直人に隠れて会社を乗っ取ろうと、会社の権利を自分に書き換えようとしたり、取引先と画策し、わざと業績が低下するようにして直人を社長の座から引きずり下ろそうとしていたことが首里の調査で分かったのだという。こうして会社を追い出された岸野は、今まで蓄えてきた知識と実績を生かし、フリーの経営コンサルタントなるものを始めたらしいのだが、日頃の傲慢な態度と決して褒められない人間性で仕事が全く来ないらしい。今はアルバイトで食いつないでいて、この間たまたま通りかかった道路で交通整備をしていた。まさかあの岸野がな。そして俺はというと、直人から懇談され、
再び会社に復帰する運びとなった俺は、 SE の傍ら取締役という立場を仰せつかり、直人の補佐をしている。社内の人たちは全員俺たちが兄弟であることをなんとなく察していたようだったが、こうして堂々と名乗ることができ、俺は直人に深く感謝している。そして今回の騒動を通じて互いの思いに気づいた俺と趣里は正式に交際することとなった。会社に来た頃は想像できなかった今の状況に、俺はもう二度と大切な人たちを傷つけまいと心に誓った次第だ。こうして振り返ると、俺は随分といろんなものを一人で抱え込んできたと思う。家族のために自分を犠牲にしてきたことが、結果として大切な人を苦しめ、時には傷つけてしまうことがあるのだと、俺は身をもって知ることができた。今回の騒動を通じ、家族や大切な人たちがこれほどまでに俺の中で大きい存在となっていることを認識させられた。今後も起こるであろう様々な壁や困難の時こそ、大切な人たちと手を携えながら、たくさんの人たちを楽しませるものを生み出していけたらと思っている。